これはバンダナ王子と呼ばれた甲子園優勝投手の物語である。2021年オフ、日ハムの新入団選手の会見で一人の高校生が力強く抱負を語る。彼の名前は井端忠。高校生離れした投球で敦賀気比高校を初の夏の甲子園制覇に導いた技巧派投手である。そんな井端がとにかく憧れていたのはハンカチ王子と呼ばれ甲子園で輝いた斎藤佑樹氏であった。端正な顔出しと洗練された投球、マウンド上でハンカチで汗を拭う姿、アマチュア野球界で巻き起こした空前のハンカチブーム、それを彼は幼少期にテレビで見つめていた。斎藤佑樹氏に近づくために野球だけではなく何かキャラが必要だと感じた井端。ポケットにバンダナを忍ばせマウンド上で汗を拭う。さらに練習中、授業中、通学などもバンダナを着用。バンダナ王子というキャラを生み出そうとしていた。高校生なのにバンダナはいかがなものか、調理実習などの声があったが彼はめげない。バンダナ王子フィーバーは一切起きなかったが、実力は本物だったため見事に甲子園優勝。憧れのハンカチ王子に一歩近づくことができた。ファイターズもかつて北海道で起きた熱を再燃させるためバンダナ王子の1位指名を早々と公言。完成度は高いが伸びしろはないと評価されたのか、ファイターズの一本釣りという形になった。ただのバンダナ好き井端の指名だけではドラフトで目立てないと思ったチームは、どこからも指名されていなかった甲子園準優勝投手の土本、こちらも指名されていなかった高校ナンバーワン左腕平松を獲得。全体的に不作と言われた世代の投手たちを集め、バンダナ世代フィーバーを生み出そうと試みる。こうしてプロの世界に飛び込んだ井端、彼は一軍で活躍することができるのだろうか。そしてバンダナ王子というキャラはお茶の間に定着するのか。彼の挑戦が始まった。1年目、2軍でまずは徹底的に下半身を鍛える。思ったよりもスタミナが伸び、ドラフト時の評価よりも球速が出ることが判明。全体的にもう少し伸ばせば十分一軍で通用する素材が単独で1位指名できたのは嬉しい。さすがは夏の甲子園を制した男、逆境でもバンダナで汗を拭えば乗り切れるメンタルを持っている。一方で甲子園準優勝投手の土本は留学に行き大幅に成長して帰国。すでに一軍デビューし、期待の中継ぎとして首脳陣の信頼を勝ち取っていた。こちらは同期入団の古久保、高卒捕手として目覚ましい活躍を見せ新人王を獲得する。1年目から同期に先を越されて、すでにバンダナ世代という名称が不適切になっていた。このままではただのバンダナ好きなおしゃれを履き違えた男になってしまう。2年目、2軍で調子がよくノリノリな投球が続き1軍に招集された。いきなりのピッチャー強襲で1軍の洗礼を浴びる。中継ぎでのデビューでいきなりのピンチを迎えてしまった。高校時代より体重を増やしたからか、思った以上に丸っこい体をしている。ここはなんとか空振り三振を奪いピンチを脱出。初めての1軍で必死にアピールする。2年目はその後も1軍で投げ続け12試合に登板。防御率が1点台とアピールすることができ、熱心なファンはバンダナ王子を覚えてくれた。ファイターズの投手陣の層の薄さが井端の1軍起用につながったんだろう。だが先発として食い込むにはまだ体力面が課題である。もう少し走り込みが必要だった。ちなみにこの年の新人にとんでもなくスキルフルなセカンドがいた。3年目、ついに井端に先発のチャンスが回ってくる。投げ合う相手はあの田中将大だった。憧れの斎藤佑樹氏の敵討ちと言わんばかりに気合十分でマウンドに上がったバンダナ王子。井端が4回4失点をした一方で、味方は3安打完封を食らい、田中将大に格の違いを見せつけられた。序盤は防御率7点台で2軍降格も経験したが、後半戦は巻き返すことに成功した。変化球も磨かれ投球の幅が広がったが、まだまだ安定性には欠けた。それでも20試合を投げ101回、
高卒3年目としては充実のシーズンを過ごせた。バンダナ王子の知名度も増し、 OB 野球 YouTuber からも期待の若手として名前を挙げてもらえるようになる。4年目、2桁を目標に掲げていた岩谷は残念なシーズンに。打線の援護がなかったという試合もあったが、自滅も多く8敗、前年からステップアップとはいかなかった。1年を通してローテにいたこともあり、 SNS のフォロワーは増える。しかし不甲斐ない投球が続くと、マウンドからバンダナなどと手厳しく言われてしまった。栗山監督は彼をアフリカ留学に派遣、投手としての体力をつけてもらうのが目的だった。慣れない環境でたくましく自主トレをする井端、たくさんのバンダナっぽいおしゃれな布を手に入れることができた。5年目、球団の思惑は的中。体力強化がそのまま成績の向上に反映された。137回を投げて12勝、防御率が 3.02。 ここに来てバンダナ世代の名にふさわしい活躍を見せる。憧れのハンカチ王子のシーズンキャリアハイ、通算勝利数を超えて感慨深いものがあるようだ。彼を筆頭に先発2桁勝利が5人と、ファイターズ投手陣の再構築が進んでいる。年俸が4500万円になり、彼は全国の福祉施設に大量のバンダナを送る慈善活動を開始したのだった。6年目、どの指標も前年とほぼ同じような成績を残す。ファンとしては右肩上がりの成長曲線を期待していたため、2年連続の2桁でも 100% 満足はできなかった。スタミナは十分にあるが、規定には到達できず、エースになるためにはもっとマウンドにいなくてはいけない。なお、球場ではサイン入りバンダナという実用性のないグッズが販売されたようだ。7年目、ついにバンダナ王子が開幕投手に抜擢。オフにかつてハンカチ王子もつけた背番号18を2軍の中継ぎから強奪したこともあり、栗山監督としても井端にエースとしてチームを引っ張っていってもらいたいという思いだった。開幕投手を務めたことによって責任感が芽生えたのか、井端は初めての規定投球回に到達。勝ち星、防御率を見ると何とも言えない成績だが、細かい指標は前年よりも改善されていた。チームのリーグ優勝を支えたということで、年俸は7900万円にアップする。巨人との日本シリーズでは第6戦に先発。強力巨人打線を危なげなく抑え、見事に完封勝利を記録した。お立ち台に上がったバンダナ王子は高らかに、自分は持っていると思いますと宣言。敵地まで応援に来てくれたファンたちから大歓声を浴びる。なお、チームは翌日敗れ、日本一を逃した。8年目、日本シリーズでの調子に乗った発言があだとなり、コンディションの上がらないシーズンだった。失点数を減らしている反面、許した出塁数が増え、常にランナーを背負って投球することになってしまった。何よりクオリティスタート率が 26.9% という数字が、井端の投手としての安定感のなさを表していた。このシーズンは同世代で扇の要を務める古久保が25歳にして通算1000安打100ホームランを達成。もはや世間は彼らを古久保世代と呼び、バンダナ世代と呼ぶ人は誰もいないようだ。9年目、これまでとは着用するバンダナのメーカーを変えるという大きな決断をした井端。これでいい流れが来たのか、勝ち星を大幅に伸ばす13勝、自身初の最多勝、勝率のタイトルを獲得する。しかし今年もクオリティスタート率は 30%、 完投がわずかに1。これには熱闘甲子園キャスター斉藤佑樹氏も冷ややかなコメントだった。中継ぎには苦労をかけたものの、タイトルホルダーとなった井端は初めての侍ジャパンに選出される。ちゃっかり日本の18番を背負うバンダナ王子。台湾相手に圧巻の投球を披露し、見事に勝ち投手となった。世界の舞台も経験した井端、10年目のシーズンに向かう。節目の10年目、今年はキャリアハイの防御率と投球回を記録。日本の18番という自覚が成績に反映されたのか、最優秀防御率を獲得する。
なお完投数はわずかに1、スタミナを余した余裕の表情でマウンドから降りることが多かった。どうやら中継ぎに尻拭いをしてもらっているようだが、本人の年俸は一気に1億5000万円に上がった。ちなみに甲子園準優勝投手の同期土本はバンダナ世代の中継ぎエースに成長していた。11年目、去年の成績はまぐれだったのか、またしても何とも微妙な成績に。夏場のオリンピックでは井端も選ばれ、金メダル獲得に貢献した。しかしチームは最下位に沈む。やはりクオリティスタート率は 23%、 エースとして全く頼れる姿ではなかった。オフにチームは臨時コーチとして斉藤佑樹氏を招聘。彼はまず先発陣の起用法について投手コーチと話をした。どうやら投手コーチは井端ら先発陣の怪我を恐れ、勝ち投手の権利を得た時点で降板させる方針だったことが判明。そのため先発陣が非常に貧弱になってしまっていたようだ。これに対し斉藤氏は、人間は多少無理すれば延長再試合だって投げ抜ける、もっと完投をさせるようにと進言。先発陣に完投指令が下された。憧れの人からのアドバイスに闘志を燃やすバンダナ王子、来季からは簡単にマウンドから降りないことを決意する。12年目、ありがたいお言葉のおかげでキャリアハイとなる回答。怪我で離脱した時期もあったが、20試合で155回、完投数はリーグ最高の9になった。やればできる男井端、今年はまさかのクオリティスタート率 90% という数字を残す。チームを勝利に導くエースに変貌し、ファイターズを最下位からリーグ優勝に押し上げた。バンダナを巻き球場に入ってくる姿は一流選手のオーラをまとっている。一応ライバル的ポジション土本はチームの守護神として君臨。最多勝アンダー上本のカットボール、中継ぎで覚醒した落ちのカットボールは共に斉藤氏からアドバイスされたものだった。そんなハンカチ王子の手腕によりよみがえった投手陣は、日本シリーズで中日と対峙することに。初戦からマウンドを託されるエース井端、ピンチを背負っても決して仲間には頼らず、自分の力で切り抜けていき、初戦を無四球完封勝利に抑える。そして日本一をかけた第6戦もこの男が命運を握ることに。この日も無失点が続いていく。気がつくと9回2アウト。ついにその時がやってきた。同じバンダナ世代、古久保と抱き合う井端。2試合連続完封という素晴らしい投球でファイターズを17年ぶりに日本一に導いた。日本シリーズ MVP はもちろんバンダナ王子井端。彼は日本一の会見で、何か持っていると言われ続けてきましたが、それは仲間です、どこかで聞いたことがあるセリフを述べた。13年目、名実ともに日本球界を代表する投手に成長した井端。自己最高の14勝、防御率1点台、奪三振も初めて100を超えたベストナインと投手三冠を獲得するなど、まさに充実のシーズンといえる活躍をする。バンダナを巻いて契約更改に現れた井端は、年俸3億円に一発サインをした。14年目はさらに圧巻の投球を見せる井端。8月までに13勝で防御率 1.27、 20勝と防御率0点台も狙える勢いだったが、全治1年5ヶ月の大怪我を負ってしまう。完投指令の下で投げ続けた投手陣には重傷者が続出。井端は肩関節心損傷と診断された。大怪我をするまでは本当に調子がよく、19試合の登板で投手三冠を獲得。なぜ今年に限って、そんな悔しい思いが彼の中で溢れていた。高校時代からの酷使、さらに今年は19試合11完投と、井端の肩が悲鳴を上げるのは時間の問題だった。初めてのゴールデングラブ賞、さらには MVP の受賞、病室に届く知らせにあまり喜べない様子だった。バンダナ王子の
長いリハビリ生活が始まった。15年目、怪我の影響と年齢による衰えが現れる。ファンから届く大量のバンダナで折られた千羽鶴のおかげで長いリハビリも耐えることができた。同期で女房役の古久保は通算2000安打を達成し、レジェンド星の域に到達している。バンダナ世代の仲間も井端の復帰を待ってくれている。何としてももう一度マウンドに戻りたい。500日以上のリハビリを経てファイターズの18番が帰ってきた。初回いきなりの一撃を食らってしまう。しかし彼はマウンドで投げられる喜びを感じていた。本人も嬉しそうだからという理由でリハビリ明けの井端に完投させる首脳陣。怪我を忘れて彼も見事に完投勝利で復活を飾った。16年目、バンダナ王子が帰ってきた。全盛期と遜色のない防御率 2.09 に11勝。ファンはエースの帰還に喜んだ。ピッチングのレベルの高さはさすがだが、肩の違和感で登板数やイニング数は減ってしまっている。先発でやれるのも長くはないかもしれないと井端本人は感じていた。17年目、2桁勝利には届かず。巧みな投球術やメンタル、変化球などは健在だが、体力が明らかに落ちていて長いイニングは厳しくなってしまった。短いイニングならまだいける。首脳陣は来季から井端を中継ぎとして起用することを決めた。18年目、中継ぎに転向しフル回転する井端。8月までに38試合に登板し、イニングもまたいで投げた。防御率1点台で新たな役割に手応えを感じていた矢先、再びの肩の故障だった。井端は球団と今後について話し合った。36歳で2度目の大怪我、完治したとしても戦力になれる自信はない。ここが引き際、バンダナ王子のバンダナの脱ぎ時だと感じた。井端は病室から SNS を投稿し引退を表明。18年間の現役生活に幕を下ろした。振り返ってみると、2021年にドラフト指名された高卒世代は歴史に残る活躍を見せてくれた。高校ナンバーワン左腕と言われた平松は中継ぎとして646試合、甲子園準優勝投手の土本は300ホールドポイント100セーブを達成。そして18年で2300安打を放っている令和の最強捕手古久保。ファイターズに集まったこの4人の高卒選手たちをファンはしっかりとバンダナ世代と呼んでいた。井端忠、ハンカチ王子に憧れた結果バンダナを着用し、自らをバンダナ王子と名乗る変わった甲子園優勝投手。ファイターズに入団し、斎藤佑樹氏の助言で一気に球界のエースに成長。最多勝、最優秀防御率、勝率第1位投手、ベストナイン、MVP など数々のタイトルを獲得した。最後は怪我による幕引きとなってしまったが、彼は同世代最強投手に違いなかった。